おかずは鮭か納豆か、熱々ほかほか、粒立ってツヤツヤのご飯に一番合うおかずは何か。新米が出回り始めた今こそ、この問題はクローズアップされなければならない。人はそれぞれに、自分ならこれというご飯のおかずを持っている。あなたなら何を第一位に押すか。このテーマは誰にとっても好ましい質問であるらしく、誰もが危機としてたちまち3つ4つのおかずをあげてくれる。なんてったっていくらという人もいれば、かんてったってからし明太子という人もいる。メジマグロに醤油をたっぷりかけて本わさびでと凝る人もいる。しかしどれか1つだけあなたにとってベストワンをということになると、誰もが迷い始める。急に苦悩の色を見せ始める。納豆も食べてみたいし、海苔の佃煮も間にちょっと挟みたい。あ、イカの塩辛も外したくないな、ということになって、表情はかなり深刻になる。こうなるとキリがないので、条件を過酷にすることにしよう。あなたは急に冒険旅行に出かける。時代は急にシンドバッドの時代だ。あなたがどこかの国で王様の布教を買い、急に死刑を宣告される。わがままな王様なのだ。死刑執行を前にして、何か食べたいものはないかと王様は尋ねる。日本人のあなたは白くて熱い炊きたてのご飯と答える。すると王様は、いい年こいて幼稚な発想で申し訳ない、おかずを一品だけ許すと言ってくれる。さあ、あなたならどうする。何しろ一品だけである。僕について言うならば、その一品はすでに決めてある。そうした場合に備えて早々と決めてあるのだ。それは生卵である。これがとにもかくにも第一位。特別にもう一品許可ということになれば、うんと塩辛い塩鮭のお腹のところ、皮付き、もう一品おまけじゃと言われれば、情け深い王様なのだ。納豆をあげる。もう一品言うだけ言うてみいということになると、このあたりから迷いが生じる。イカの塩辛をあげるか、目指しにするのか。明太子だって決して悪いわけではないし、イクラがいけないという理由もない。イカの塩辛が4位で、目指しが5位であるという理由が特にあるわけでもない。迷いに迷い、秋の叙勲の勲何等とかを推挙する委員になったような心境になる。こういう推挙には公正を期さなければならないが、目指しには日頃何かとお世話になっているので、塩辛と差し控えて目指しを4位にと考え、いやいや、もしこのことが後日バレたら、塩辛に何と申し開きをするのかと心は知事に乱れる。しかしよく考えてみれば、異国で明日にも処刑される身の上であるから、秋の叙勲の選考どころではないはずだし、しかし王様にもう一品言うだけ言うてみいと言われているわけだから、早く結論を申し上げなければならないし、まあこの際思い切ってイカの塩辛には悪いが、目指しを推挙することにしようというわけで、ようやく目指し4位。ここで一応整理すると、1位生卵、2位塩鮭、3位納豆、4位目指しということになる。1位の生卵を意外に思う人は多いと思う。このことを人に言うとバカにされるので、これまでひた隠しにしてきたのだが、この際思い切って言ってしまうと、僕は世の中で一番おいしいものを一つだけあげろと言われたら、迷わず生卵と答える人間なのである。この世で醤油を2、3滴垂らした生卵以上においしいものはない。ほーら、バカにしたでしょう。生卵はあまりに身近で、あまりに安価なために、人々は生卵の美味しさに気づかないだけなのだ。フォアグラもキャビアもスッポンもフグも生卵の美味しさにはかなわないのだ。ほーら、またバカにしたでしょう。いいんだ、俺は本当にそう思っているんだから。
生卵を食べるたびに、鶏はどうやって自分でこういう味付けをしたのかと不思議でならないほど美味しい。黄身にはタンパク質の極限とも言えるようなコク味があり、白身はそれほどの味はないが、黄身のコク味を際立たせ、醤油の味を引き立てる役割をしている。ご飯にかける場合は醤油の量を増やす。熱々のご飯の真ん中にくぼみを作り、とりあえず半分だけ注ぎ込む。卵は早めに冷蔵庫から出しておき、室温にしておくと熱々のご飯によくなじむ。ご飯に黄身と白身と醤油がまとわりつき、少し熱が回ったかなというところをハフハフとかき込む。塩鮭の2位は妥当な線なのではないか。塩鮭は皮がおいしい。特にお腹のところの皮がおいしい。塩鮭を食べるとき、僕皮ダメなのなどと言って皮をぐるりと剥いで皿の脇に置いておくガキがいるが、こういうガキには酒を食わすな。その皮こっちによこせ。塩鮭の腹側のところは油と塩がよくなじんでおり、噛みしめるとじわっと塩と油が染み出てきて、ああここはもうどうあってもご飯ということになって、熱々のご飯をかっこむということになる。3位の納豆も納得いただけると思う。ただし僕の場合は納豆の豆よりもそれから発生したネバネバの方に重きを置く。納豆は豆よりもあのネバネバを味わうものだと思う。だからもし王様がまた出てきた、納豆全体というわけにはいかぬ、豆かネバネバかいずれか一つにせいというならば、言わないって迷わずはネバネバの方をと申し上げるつもりでいる。ネバネバをたくさん発生させるためには醤油を入れる前にかき回さなければならない。醤油を入れてからだとネバネバはそれほど発生しない。醤油を入れずに1分以上かき回す。醤油はいっぺんに注ぎ込まず、少し入れてはかき回し、また少し入れてはかき回すということを数回繰り返す。こうすると泡さえ立って驚くほどの量のネバネバが発生する。こうなってから初めてネギとからしを入れる。からしは大量。こうしておいて1分以上経ってから食べる。ネギと納豆の豆に醤油が程よく浸透する時間を与えるわけだ。納豆だって少し専用の時間をもらわないと、攪拌に次ぐ攪拌で目が回り、本来の力を発揮できないに違いない。